行くか。マジで。どうやったらもらえんのそれ。どうやったらもらえんの。かっぱ寿司の店舗行けばもらえんの。もらいたいねそれは。後日 50% になるってこと。どうやったらもらえんの。予約してる人だけ。あ、ダメじゃん。枚数限定なの。もう予約してないよ俺。予約してないともらえないの。予約してない人ももらえんだったらもらいきたいんだけど。これ想像の5倍トロピカルなんだこれ。予約もできない。じゃあ結局もらえないってこと。うん、いや、これ前チェリオフルーツパンチ味ってのあったから、これ買ったら想像の5倍トロピカルな味だったよ。うん。うん。うん。ああ。でも結局さ、かっぱ寿司じゃなくてこの半額弁当食えたからいいんじゃねと思ってきたんだけど、券もクーポンもらいたい、もらえんだったらもらいたいけど、クーポン欲しいっすよね。半額クーポンは超嬉しくない。半額クーポンは欲しくないっすか。行ったらもらえるのかな。予約してないとダメなのか。もうメルカリ出てる。え、なに？かっぱ寿司の何？半額クーポンがメルカリ出てんの？どんだけだよ。え、てかさ、かっぱ寿司のさ、半額クーポンメルカリ出したって何なの？マジで。そんなん出してるやついんの？キチガイだろ、マジで。そんなのメルカリ出すなよ。バカじゃねえの。まあ一応大食いな人の方がさ恩恵は大きいだろうけどさ、やばくない？まあただでもらったものをさ いくらでも金に買えようっていう、その根性。いや普通に自分でかっぱ寿司食いちゃいいだろって感じじゃない？無理、あの半額になるんだから。そんなの転売しだすと頭おかしいよな。あれか、なんか知り合いとかいっぱいさ、連れてさ、知り合いとかいっぱい連れて一人一枚もらって、それをなんかもう束で転売するみたいな。
だってそんなのさ、いくらで買うやついいんだよ。5000円？え、1枚5000円はないでしょ。何枚セットとかでしょ。1枚5000円なんか誰も買わないよ。だって1万円分買ってやっと元取れるわけじゃん。5000円なんか買うやついないだろ、だって。1枚5000円は食えない。そんな食えないよ。大食いファイターしか、大食いファイターしか元取れねえだろ。フードファイターしか元取れないじゃん、そんな。うん。お相撲さん企画。一週間お相撲さんの生活をするっていうね。毎日ちゃんこ食ってすぐ寝るっていう。何キロ太るのみたいなね。うん。これちなみにピザマンです。うん。うん。まあうまいね。うん。そしたらかっぱ寿司行ってみるか。かっぱ寿司行ってみますか。行くだけ行ってみようか。いや、僕はね、多分ね、超腹減ってる状態から食べて限界まで食うと多分何皿だろう。まあ、あのかっぱ寿司の一皿2貫のさ、普通なサイズぐらいのだったら何皿ぐらい食えるかな。まあ10皿以上は絶対食えるけど、まあ15、6ぐらいなんじゃない。食えて、昔はもっとな、もっと食えたけど、今多分食えて15ぐらいだと思う。うん。じゃあ違う店舗のとこ行ってみます。あれあるサーダッス、よし。後ろにはなんかマイメロのやつ、あ、マイメロじゃないわ、シナモンの積んでるわ。シナモロールの9時のやつ。ひなさん、スターマインをプレゼントしました。え、スターマイン、あー、ひなさんから来たー。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー。ふささん、9時アラブの石王、ウィドズ、ビルゲイツ、ソフトバック、サンマタジ、交換比率、スターマイン来たー、やったー。わーっしょい、わーっしょい、わーっしょい、わーしょい、やったー。あれっす、スターマインが一番嬉しいからね、もらって。大晦日中央絶叫設定委員組合さん半額クーポンはふわっちで一番もらって嬉しいのがスターマインなんで。ユミタンさんはアショイ爆笑、あやこうさん所沢1号2号のセリアいいのにね。脳みそ中腸絶叫絶定異端組合さん、運が良ければもらえる、星優秀、星さん万歳万歳。忍者さん、誰も乗れなくなりますしょう。ちょ、夜景さんさん嵐、それあなたの主観ですよね。爆笑しようものは気ままに、さん安全運転で。星優秀、星さん助手席に所沢乗せたら可愛いのに。じゃんけんポンさん、スターマインをプレゼントしました。ライトさん、関ドラッグ社長よ。
ワンちゃんさんまだかかんの。うん、こっちから行けなかったっけ。あれ、じゃんけんぽんさん本当にスターマインタ。じゃんけんぽんさん花火来てるぞ。ハッピーハッピーさんが昨日も来たベイシアだわら。シェインをソングテイクアウトしろよ。よいしょ。ワンちゃんさんここ昨日も来たの。いや、ザブーンさんのぞみデンタルクリニックわら。シェインをソングガソリン代の無駄。あやこうさん言うと思ったわら。イントーアイズさんスターマインをプレゼントしました。ほんとかな、ほんとかな。脳みそ中長絶叫絶対一般組合さん半額クーポンに群がる人たち、ね、やばいね。なんかかっぱ寿司の半額クーポンが転売されてるらしいよ、メルカリで5000円ぐらいで。どんだけだよ、そんな買うやついんのかよ。20日快速さん嘘。夜間だ予算スターバイン嘘。嘘か。じゃんけんぽんくんのは嘘だってわかるんだけど。しんさんローソンの弁当踏み買ったろ。シェインをソングセブン